こんにちは。1990年代に新日本ジュニアのトップレスラーとして大活躍したエル・サムライ。サムライの実力とテクニックはみんなが認めていますが、練習嫌いでヘビースモーカーなのに底知れないスタミナの持ち主。切れたら危ない男。口下手で自己主張も野心もないなど、いろいろと謎多きプロレスラーです。船木正勝やライナーの証言を聞き、エル・サムライの謎に迫ると、面白すぎるエピソードがたくさん出てきました。哀愁のマスクマンエル・サムライの激戦を振り返りながら、ヒストリーを追います。謎多きプロレスラー。エル・サムライ、本名、松田治は、1966年4月19日生まれで岩手県出身です。専修大学北上高校でレスリング部に所属した松田治はインターハイや国体に出場した経験があります。1985年4月に新日本プロレスに入門し、86年7月24日船木雄二戦でデビュー。船木は松田治より1年先輩ですが3歳年下です。船木から見た新人時代の松田治の印象は、とにかく体が柔軟で練習もちゃんとやっていました。松田は練習嫌いというわけではなく、器具を使った筋トレをしないだけで、ランニングと縄跳びとストレッチなどが練習メニューのようです。さすがアマレス出身だけに、新日特有の過酷な実戦スパーリングも松田は普通にこなしていたそうです。ただ悪い癖も目につきました。朝会っても挨拶しません。先輩の船木がおはようございますと挨拶しても松田から帰ってきません。まだ17歳の少年だった船木を下に見ていたのでしょうか。しかし山田圭一にも挨拶しなかったので叱られました。山田が厳しく注意すると松田が舌打ちして睨んだので余計に怒られます。上下関係が厳しい新日本プロレスだけに、先輩に舌打ちして睨むという松田の行為に船木は驚きました。松田は先輩に面と向かって言い返すことはありませんが、ムッとした顔になり小声で何かつぶやくそうです。船木は松田と会話した記憶がなく、いつも一人でいるのが好きなタイプだったようです。その後船木は新日本プロレスを離脱しますが、1991年に松田治はメキシコへ遠征しました。松田はメキシコで UWA プロモーターのカルロス・マイネスに、お前マスクマンになれと言われ、エル・サムライが誕生しました。メキシコのマットは硬く、ボディースラムで投げられても相当痛いようです。もしかしてサムライがタフになった要因はメキシコ遠征にあるのでしょうか。メキシコは標高2240メートルですが、エル・サムライは特にそれは感じなかったとあっさり言います。新日本の選手は皆メキシコに行きたがりません。飲食が合わず体調を崩す選手が多いからです。しかしサムライは全く平気だったというから丈夫なのでしょう。セミリタイアする前のサムライは21年間で試合に欠場したのは1回だけです。松田は最初はメキシコではなくイギリスに遠征する予定でしたが、トラブルが起きました。松田は会社から言われた通り、とりあえず観光ビザでイギリスに入国して、向こうのプロモーターに改めてワーキングビザを作ってもらう計画だったのです。ところがロンドンのヒースロー空港でその計画を書いたメモが見つかってしまい、何しに来たと疑われ日本に強制送還されました。新日本プロレスは松田に道場に来るな、ホテルに宿泊しろと厳命。帰国したことは秘密だから、次の指示が来るまでホテルで待機していたため、その間は試合もできません。そして松田はメキシコへ遠征したのです。今思えばメキシコで空中殺法を覚え、技のバリエーションが広がったので良かったと思います。エル・サムライは口下手でギャンブル好きで愛煙家で自己主張がないという噂でしたが、重心サンダーライガーチャンネルで開催されたリモート飲み会で噂通りだったことが判明しました。
ライガーとサスケと4代目タイガーマスクとエルサムライの4人のマスクマンが豪華なリモート飲み会を開催しました。サムライは毎日パチンコ行ってますからね、この時間もパチンコに行ってる時間なんですけどね、と文句から入ります。サムライの日課は大好きなコーヒーを飲みタバコを吸いながらパチンコをすることです。タイガーマスクが松田さんはというとライガーが松田優馬と叫びますが、サムライは咎めることもなく普通に受け答えしていました。タイガーが聞きたかったのは、一度だけマスクを取って松田修の素顔で試合をしてまた得るサムライに戻ったことです。平田淳二や金本浩二のようにマスクを取ったらその後は素顔で戦うものですが、また普通にマスクマンに戻る意味は何だったのか。サムライはあの意味は今もよくわかんないと答えました。つまり会社が組んだマッチメイク通りに素顔で試合をしただけです。プロレスラーはたとえ会社の命令でも自分の意思で実行したと言え張り、その理由付けも考えてコメントします。藤原義明の札幌テロ事件もアンドレ・ザ・ジャイアントのセメント事件も噂はどうあれ自分の意思と言い切っています。しかし侍は会社に言われたからやったと正直に答えてしまうから面白いです。リモート飲み会の話題がタイガーマスクの話になると、ライガーとサスケとタイガーが3人で喋りまくり、侍は無言のまま。口下手というのは本当のようです。タイガーが興味ないですよねと聞くと、サムライは興味ありますと即答しますが、興味なさそうなことはバレバレです。ライガーがサムライのマスクについて聞きました。最初のマスクはかなりシンプルなデザインだったが、誰の発案なのか。サムライがあれは浅井が考えてと答えると、サスケがウルティモドラゴン好調ですねとファンのために補足します。ライガーが最初のシンプルなマスクから武士のデザインに変化した理由を聞くと、サムライは自分で考えたわけじゃない、マスク作る人に任せたと言ってしまいました。アイドル歌手が自分のエッセイを宣伝するときに、私はまだ読んでないんですけどと言ってしまった事件に近いものを感じます。ライガーがあなたの意思じゃないんですかそのマスクはと聞くと、サムライは自分の考えは一つも入ってません、言い切っちゃったよとみんな笑いながら呆れます。サスケが一つくらい入れましょうよサムライさんと突っ込むと、サムライはなんで、タイガーもこだわりとかないんですかと聞くと、サムライはないですと即答。サスケが一つくらいこだわり持ちましょうよと言っても、サムライは今更ないっすよ。新日ジュニアのスピーディーな攻撃を思い起こすサムライの即返しです。話題がサスケのことに移ると、サムライは無言になりタバコを吸い始めてしまいました。切れると危ない男、やはり4人だとトークが苦手なサムライが不利なので、もっと話を聞きたいファンのために今度はライガーとサムライの2人だけでリモートトークしました。ライガーはサムライがベストタッグパートナーだったと言い切ります。ライガーが一番聞きたかったのはサムライマジギレ事件です。金本浩二、大谷慎二郎、高岩達人とエルサムライはタッグマッチでよく対戦しました。一度サムライが試合中に切れて金本を追いかけ回しボコボコに殴ったことがありました。1997年3月22日尼崎市記念公園総合体育館で行われたタッグマッチ。金本の話によると、日頃からサムライのことを大谷と一緒にからかっていたそうです。温和な性格のサムライも嫌な顔をしてあっち行けと怒っていました。実は尼崎での試合前、金本と大谷は長州力から侍を怒らせてみろと言われたのです。長州から見て、これからベストオブザスーパージュニアが始まるのに、侍はいつものほほんとしていて今一つ煮え切らないように見えたのでしょうか。
そして試合で金本が侍の顔面を何発も張りまくると侍が切れました。侍は試合そっちのけで金本を追いかけ回し、不穏な試合になります。怒りが収まらない侍は控え室まで追いかけていって金本と大乱闘になりました。そこへ長州力が来てカメラが回っているのに、松田こら何やってんだお前こらと怒鳴りまくりました。マサ斎藤と長州力はマスクマンを本名で呼んでしまう癖があります。乱闘の原因を作ったのは長州ですが、それも忘れている可能性があるでしょう。ライガーはあの時切れた理由を聞きました。あれは金本と大谷と高岩にお前ら調子に乗りすぎてるぞという怒りなのか、それとも僕も含めて調子に乗るなってことだったのか。すると侍は両方ですと即答。ライガーは笑いながら、どうもすいませんでしたと謝るしかありません。ライガーが引退するとき、田中秀和リングアナに大怪我することもなく無事にレスラー人生を送れたことを感慨深く語りました。すると田中秀和が、その分侍の体がボロボロだよと一言。侍もそれは感じていたようで、タッグマッチの時ライガーはすぐタッチすると文句を言います。ひどいのは自分がトペスイシーダをやればいいのに、ライガーは侍を無理やり飛ばしてトペをやらせるのです。ライガーは侍の方が一直線に飛んでうまいからと弁解していますが、飛ばされる侍はたまったものではありません。侍は金本との乱闘について切れたのはあの1回だけと言いますが、それは記憶違いでしょう。田中実とタッグマッチで対戦した時、実の顔面張り手で侍の意識が一瞬飛んでしまいました。目が覚めた侍は実を強引に倒して腕を取り、本気のアームロックをかけたのか、実が絶叫したので敵味方関係なく両方のパートナーが慌てて侍を引き離したのです。まさか腕を折ろうと思ったのでしょうか。侍が切れたら危険です。エル侍の激闘。ギャンブルが大好きなエル侍は毎日パチンコに通い、週末は競馬に夢中です。メキシコに遠征していた時、日本の競馬のビッグレースの結果が気になって仕方なかったそうです。早く日本に帰りたいと。そんなエル侍ですが、リング上では大活躍して会場を沸かせました。1992年6月26日、日本武道館で重心サンダーライガーを破り、第19代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンに君臨しました。1996年6月22日、ザ・グレート・サスケに勝ち、WWF 世界ライトヘビー級チャンピオンになります。そして、今でも語り継がれている侍の激闘といえば、1997年6月5日、第4回ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの決勝戦です。相手は因縁の金本浩二。試合中盤、金本が覆面を剥ぎ、完全に松田治の素顔が見えてしまいます。金本は侍をコーナーに乗せて必殺技のなだれ式リバースフランケンシュタイナーを炸裂。侍の脳天がマットに叩き落とされ、どよめきが起こります。金本がとどめとばかりムーンサルトプレスを決めますが、侍がカウント2で返して大歓声が上がりました。金本がなだれ式キャプチュード、ムーンサルトプレス、タイガースープレックスホールドの大技3連発を決めても、侍はカウント2で返します。金本のローリング戦闘のを避けた侍がなだれ式リバース DDT から垂直落下式リバース DDT で金本をフォールし、見事に初優勝を果たしました。素顔の侍にライガーが仮のマスクを渡しますが、ほとんど見るマスカラスのような覆面。あのマスクで感動が全て台無しという侍ですが、全然台無しにはなっていません。あの決勝戦がスーパージュニア最高の名勝負と語るファンは多いです。
サムライは2007年9月に膝の怪我で長期欠場を余儀なくされ、2008年2月に新日本プロレスを退団しました。その後、フリーとして各団体を渡り歩き、木戸治、西村治、松田治で治軍団を結成したこともあります。現在、スポルティーバエンターテイメントに所属しているエルサムライは正式に引退を表明していませんが、セミリタイア状態で試合はしていません。ライガーの引退式の時、エルサムライがリングに登場すると爆発的な大歓声が上がりました。そういうファンの期待を思い、ライガーは復帰のことについて聞きますが、サムライはプロレスの練習をする気が全然起こらないと言ってしまいます。ライガーは笑いながら怒る人になり、バカ野郎、それ言っちゃまずいだろう、言い切っちゃったよ。粘るライガーはもう一度マスクをかぶり、コスチュームを着てリングに上がるエルサムライを見たいと思っているファンがいっぱいいると伝えます。すると、サムライはマスクは売っちゃった、もう使わないと思って、ライガーは笑い殺され完全 KO です。哀愁のマスクマン。エルサムライといえばベルト強奪事件の話をしないわけにはいきません。 IWGP ジュニアタッグ王者コンビの大谷高岩と対戦したサムライはノンタイトル戦ですが、見事に勝利し、本部席にあったベルトを強奪して退場してしまいます。バックステージで侍がベルトを手にしながら意気揚々とインタビューに答えていると、怖い顔をした長州力が通路を歩いてきます。長州は侍に貸せと言いますが、侍はベルトを渡しません。すると長州が貸せこらーと一喝、侍はベルトを渡してしまいます。長州が去った後、侍は何か言うと思ったら、大きくため息を吐くだけで何も言いません。あまりにも気の毒な侍は、哀愁が漂っていたことから、哀愁のマスクマンと呼ばれるようになりました。エル侍のベルト強奪直後の長州力のベルト強奪は、ファンの間で語り継がれています。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見、ご感想や知っているエピソードがあれば、ぜひコメントをしてください。今後もプロレスの投稿をしてまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。